第17期プロクイーンベスト16、司会実況の楠原優です。解説は現鳳凰医吉田忠が務めます。吉田プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができているようです。第17期プロクイーンベスト16、 D 卓3回戦後半に開始です。立ち会人藤原貴博の合図により対局が開始となりました。3回戦はちいちゃから西条、なんちゃに黒沢、シャーチャにサツキ、ベーチャに西島の並びでのスタート。一発裏ドラありの WRC ルールでの対局となっています。西条、3回連続のチーチャスタートですか。あ、そうですね。はい、ドラがウーピンとなっています。なんか最初にチーチャはって言ってたけど、3回もチーチャだともうね、はい、慣れましたかね。はい、うん、トータルポイントは選手の名前の上に出ているものですね。西条現在 27.9 ポイントと、ここまでトップ2着でトータルポイントトップ目に立っています。素晴らしいですね、はい、西条さんは、まあ、今回浮くことができたら、はい、そうですね、 7,8 割通過かな。全4回戦の要となる3回戦、西条さん、黒沢さんは、まあ、別にラス引いても、ね、はい、次全然ね、まだまだ可能性が残る、はい、ただ逆にさつきさんと西島さんは今回ね、ラス引いてしまうと相当苦しくなる、はい、うん、ので、まあ3回戦ちょっと勝負どころといいますか。そうですね、はい、まあ、見てて面白くなるのがさつきさんと西島さんのワンツー、はい、うん、そうするともう本当に誰が勝つか。そうですね、そうなるとちょっとね、ポイントがややこしくなるのでね、大変かなと、はい、条件計算がね、はい、そこはもう吉田プロにお任せしてと、いったところでしょうか、はい、さあ4名の手配見てまいりましょう。こちらペーチャの西島は白が統一、ドラのウピンが1枚、親の西条ハイパイから順が統一となっている形も悪くない。そして黒さピンズが多い手形でしょうか。サツキ、ここでチーピンを引いてきてチーピンパーピンと統一になりましたが、ここは切っていくウピン、ドラを持っているのは西島だけといった状況でしょうか。西条はトーンは手の内に残していきましたね。そうですね、もう形を決めましたよね。はい、さつきが第一打に切っているトーン、うん、あ、でも落ち着いてるな。チューンポンしなかったですね、はい、1枚目は。そうですね、してもおかしくないですよね、うん、親番、もう一回上がりをして親番連チャンと、うん、に考えるプレイヤーもかなというところですか。まあ、今日見てるとね、あまり一泣きもしないですしね。はい、さあ西島前順ドラが重なりました。黒沢、ここで重ねたのはキューピン、サブロッキューピンを自分で7枚使っている。数ワンコ目なども見える手形、うん、さあここで引いてきたのはドラ、ここでトーンを切っていきます。さつきはイーシャンテン、黒沢ちょっとピンズが何て言いますか、たくさんある形というんですか。そうですね、はい、どうやってさばいていくかと。うん、なかなか受けも効きづらいですよね。はい、この形はこれ9ピンマンコになった。黒沢さんですからね、なんか、はい、ね、可能性を感じますよね、はい、さらなる大物手といいますか、うん、スワンコなども見えるか。西島もいいシャンテン、おお、これはドラの、ね、はい、扱いがちょっと難しくなるでしょうか、うん。ナンは自家勢なんですが、場には切られていない、はい、お、先にドラから、ドラの重なりはいらないと、はい、切っていきました。ここでさつきのリーチは6球ピン、リーチピンフの手形、
ここも追いついてサブロース、はい、白をあんこにしてサブロース総待ち。ここは闇店に構えましたか、うん、まあ打点がね、はい、あどうなの、はい、いるのいるの、はいはい、3ピン1枚、はい、はい、3ピン1枚ですかね、はい、まあ、1枚いればね、そうですよ、クロスアプロですから。 G1 は山には残ってない追いかけリーチに行きましたね、うん、6球ピンも9ピン1枚、はい、サツキの先行6球ピンはかなり黒沢がブロックしていて、引いてきたら安感できる形と、そうですね、背底以外は、はい、そうだ、背底ではあります。いいピン、ただサブロー層が強いんじゃないの。はい、そうですね、西島が押し切ることができれば、え、6山白ドラドラですよ、サブロー層6山じゃない、6山ここで追いかけリーチ、一番枚数が多い西島が3軒目のリーチ、5枚、しかし1枚上がることもある、うん、黒沢は数アンコーのリーチは G1 と3ピンのシャンポン待ち、しかしここで補充したのはサツキ、上がったのは西島です。リーチ一発ハクドラさんですか、1万2000点西島さんリーチの掛け時も良かったですね、はい、そうですね、一発でサブローソーの出上がりとなりました、うん、黒沢の数アンコーの手配、逆にさつきさんが苦しくなりましたか、さつきはここまで2着4着の展開、黒沢さんも今のをね、積もってしまってたら結構決まっちゃいましたよ ね、 うん、ベスト16では数アンコがよく出るななんていう話にもきっとなったでしょうね、はい、さあその親番迎えた黒沢ドラガチーマン、さつきは白が統一、うん、悪、そんなに悪くはないですね、はい、リーチにも迎えそうな手形、西島スーピンを引いてきて両冠ができました。最長はこちらの手配、ドラはチーマンです。チーワンはまだ誰の手元にもありません。ここもさつきもできれば素直にリーチと、そうですね、はい、うん、向かいたいところですが、白が打たれた時にどうするのか、うん、現状は仕掛けなさそうですよね、はい、形は。そして西島、ここはペイを切り出して目いっぱいに構えます。最初はメンツができた、初を重ねた、ここでの選択なんからできました。共に1枚切れのなんとペイ、最初はベンチーマンの形決めましたね、うん、ドラの受け入れ、サツキはペイを手の内に残していきます。嘘を重ねた、両面形ができました。黒沢さん本位数ですかね、はい、うん、想像がちょっと伸びてきましたか、はい、さつきさんは四号の三色なども見て、はい、高打点が見込める形、はい、まあ、ドラが G1 なんでウーピンですね、はい、うん、サツキは数ピンを縦に重ねて、うん、まだシゴロは残しつつ、はい、うん、ローソは手の内に残して両ピンを選択、はい、イーシャンテン、シゴロよりもドラチーワンだからこのチになってほしいか、はい、うん、ドラが使える形が嬉しいか、何を引いてくる、数万、ここで統一の白をリリース、伊達見ましたね、はい、うん、そして撤廃は西島、ここはカンちゃんから入ってサブロック9層リーチピンフドラ1、これはもうね、伊達も待ちも十分ですか、はい、サブロック層だと高めの単位をもつく形、うん、ちょっと黒沢さん行きにくいですよね、はい、うん、親の黒沢行きづら、ここでウーピンを引いてさらに一歩前進したのはサツキです。
ただ老僧が場合によっては当たりに、そうですね、はい、なってしまいますか。くっついてくれないと宝珠に回ってしまう。白、並んでしまったが甲立てを見た結果とところでしょうか。これで3ピンが3枚になった最初、いいピンを外していきます。ドラドラすごいつもですね。そうですね、うん、さあドラを重ねたのは黒沢です。そして押し返したいサツキ、スーワンですかね。ドラのチーマン左下ら老僧勝負みたいな、はい、あ、ここで老僧のつも上がりとなりました。上がったのは西島リーチつも単葉ピンフドライチ2000円4000上がり。1回戦2回戦3着3着だった西島がここは満貫のつも上がりトン3局となります。トラは数万、親番サツキのハイパイ、トラの数万を使ったメンツがすでにできています。この親で一回どうにかしたいですね、はい、うん、状況を打開したい。ここは第一打難からの選択、なんちゃの西島。現在は三者の争いとなっているが、この親番さつきの逆襲となるか。小型があまり形が良くないように見えますか、うん、こちらの西条は整っているか。老僧が3枚、こちらはトンからの切り出し。さつきパーピュアンコにして自敗を切っていきます。でも最終戦3人競りぐらいだと、ね、そういうのも西条さん経験なさそうなんで、はい、ちょっと厳しいですよね、はい、うん、9ピンを重ねた。最終戦に経験値って出てくるんでね、はい、さあどうだ。3ピン前順にピンを切っています。でも現状のポイントぐらいだとまだ、はい、まだ楽かな、うん、まだまだ、自分がリードしてる局面と。そうですね、で黒沢さんと西島さんが着順勝負ぐらいなんで、はい、そこの2人がこうやり合ってるのをこう見ていくみたいなね、はい、2番手の方がターゲットにはなりやすいと、うん、そうですね、ただ見すぎてると、はい、今度ね2人にまくられる可能性がこのぐらいのポイントだとあるんで、はい、うん、ある程度自身で、はいはい、決着をつけていきたいところでしょうか、うん、このハンチャー西島が5万点を超えています。関連ピンを引き入れた、これは嬉しいじゃん点。そうですね、ローピンを引いて、うん、いいじゃん点。9ピン9層1枚ずつ切れてますけど、おそらくシャンポンリーチは行くんでしょうね、はい、9ピン9層のシャンポン待ち、はい、うん、ドラが数ワンだからね、はい、そのあたりはちょっと決めづらいというところでしょうか、うん、これで9層が切られた。こうなると、はい、急走なね、マンズを伸ばして、はい、西条さんの手は三アンコになったらね、ドラの数ワン切ってもいいかなと、はい、打点も見込める勝負形となりますか、はい、
重さはイーシャンテン三層さつき、うん、差し子、はい、うん、三色も見ながら、はい、あとは安全度との兼ね合いですか。まあね、さっきから結構捕まってるので、はい、うん、三蔵をね先に切っとこう。手の内に残す範囲にもちょっと。そうですね。お、4枚目のパーピン、これでイーシャンテン、さあこれでテンパイが入りました。しかも3色だ。これは嬉しいですね。黒沢のリーチはリャンウーマンです。苦しい。はい、このリーチを受けてさつき引いてきたのはウーアン。ここでパーピンを暗冠していきます。カンドラはウーソー。ローマン引いちゃうと、ローマン引いちゃうとリャンウーマンが出てしまう。今ならウーマンを引いてきても使い切れる形と、はい、これ一発裏ドラ、カンドラのあるルールです。これで黒沢さんが休めでも漫画になりましたか。はい、うん、自身でドラドラとリーチピンフドラドラ、あ、またしてもドラ。さつきも親番イーシャンテンとなっています。さあさつき、どうだ、テンパイが入らない。2回戦目からね、はい、苦しいですね。展開が苦しいですよね。さあ黒沢の町、リャンワンは山に1枚残りと、ツモ上がりとなりました。リーチ、ツモ、ピンフ、ドラドラ、ドラドラはありません。2戦4戦のツモ上がり、今日は黒沢、裏ドラが乗らない。そうですね、はい、上がりが多いでしょうか。一回も見てないような、はい。そしてトン4局となりました。親番迎えたのは西島、持ち点は5万点を超えています。まあ、休めで満貫だったら十分ですか。全然十分です、はい。さあ西島、ドラが3層、チュンがドイツのハイパイ、チーソーキューピーもドイツである。なんちゃの最上、こちらはシャーがあんこ、ドラの受け入れもある形。黒沢はドラを使ったターツがある。第一つもがカンウーアン。さあこちらにドラの三層が来ました。最上の手配、さつきはマンズが多い手形でありますが、うん、ここはスーアンコウや染め手なども見ていくでしょうか。トイトイとかね、はい、役牌の初も統一である。ここは仕掛けていきました。さつき1枚目の初から積極的に泣いていきます。黒沢さんが2着に上がったことでもう3人競りぐらいですねそうですね、うん、あ、でもそっちの方がね、はい、こういうのをあまり経験したことない西条さんにとっては、はい、あ、2人のどっちかより上だといいんでしょうみたいな、ね、はい、うん、クリアになりますか。うん、やっぱ問題が結構条件性難しいんでね、はい、簡単の方がいいですもんね。そうですね、うん、さあさつき、こちら4枚目の初、うん、これは積極的に果敢。そうですね、打点が欲しいんでね、はい。一発裏ドラ、カンドラのあるルール、カンドラは急走です。自分に乗らなくても、はい、誰かが乗った人が今度前に出てきてくれたりとかもね、はい、その人との上がり合いも悪くないよと、はい、うん、なんかこう自分が良くない時ってテンパイして一人でね、こう、はい、あのツモを見ててもなかなかツモ買いできないんですよねでその間に周りが受けてしまってそう、テンパイはするものの上がりへの道筋が遠くなってしまう、うん、はい。カンドラを増やしたことによって、そうですね、
シンドラは休想になっています、うん、観浪荘を引き入れた西島が一番形が良くなってきましたか。そうですね、はい、しかし西条もいいシャンテン、ローピンを引いてきたのは黒沢です。黒沢さんはまっすぐですね、はい、うん、ここで天敗を取りました西条、町はカンパーマン役ありません。そのパーマンはさつきの元に3枚。そうですね、テロップドラが違いますね。ドラは3層と9層でしょうか。ここでドラも切っていく。ここで西条のリーチ、カンパーワンで行きましたね。そうですね、はい、ウーワンが自身から3枚。どうなんでしょう、はい、1枚、1枚いるのか。1枚いますね、うん、カンも入っている。チュンになりますかね、はい、うん、ドイツのチュンは場に1枚切れ、これを切っていく西島。つむぎリーチですけどね、はい、先ほどの親番のね、手代わり待ちのあの両面リーチもみんなに見せてるんでね。はい、そうですね、うん、なのでこれが愚形とは限らないので、はい、警戒に、はい、の対象になりますか、うん、あとまあそうですね、さつきさん以外はやっぱりちょっと西条さんのね、着順を上げたくないというか、はい、うん、向かいづらい状況になっていますか。そうですね、さて表示がちょっと違っていますが、現在ドラは3層と9層になっています、うん、さつきもあドラを重ねました。おでかい、元ドラの3層、うん、これでいいシャンテン。でパーソーも今通りましたからね、はい、そしてパーも使い切れる形となっています、はい、現在は西条のカンパーアンのリーチが入っている。さあ天敗入ったさつき、ここでウッパーマン3層、打点上がってね、はい、これ待ちもいい、はい、相手の当たり牌も上がり牌にすることができる、うん、そうですね、三層はないのかな。はい、三層は手の内に使われていますか。となるとウッパーマンの所在ですか。はい。パーマン。パーマン一枚の勝負。ウーマンないでしょ。はい、ね、そうですね。うん、パーマンの引き合いとなるか。ということは現状お互い振り込みがないと。はい、さあ変化だ。しかしこれは数層切っていく。西島はここまで手形値キープしていましたが、ここでターツの選択、パーマンの引き合い、まだ山には1枚残っています。リーチをかけている西条、そして仕掛け初を冠しているさつきの勝負、うん、どうしますかね。シャアは切りづらいですか、はい、シャアは場にはションパイ、急走はドラですが、今通った牌というところで急走の方を選択、ね、上がれず、カンパーマン、黒沢テンパったけどどうするか、うん、シャア勝負でのローピンと3万のシャンポン待ち、ツモ番はありません。まあね、そんなにテンパイはテンパイ量、はい、そこまで必要じゃないから切らなそう、うん、はい、取らずという選択になりました。またしても数層、ウッパーマン3層、もう1枚あるのかな。はい、背底、背底が西条ですね。うん、通ってるのはリャンワンとか、うん、まあ、そうですね、キューピン、うん、これが背底となります。パーワンはいませんでした。トン4局は流局となりました。西条さつきの2人転敗。
こは思い切って西条リーチに行きましたね。そうですね、やっぱりねカンドラがね増えたのも大きいんじゃないかなと。はい、うん、3回戦は難入となりました。親番迎えたのは西条です。一本馬で供託が1000点あります。ドラは数万、白が統一、米が統一、両万が統一、さらにチーソーと引いてきた第1打はキューピンから。なんちゃの黒さすごい、ハッシュ、はい、9走からの選択、初がんこ、さつきは3万を引いてきた、コアシアからの選択、ひじまはピンズが多い手形、第1打は9走から。最初はここまで2万6500点持ち、この半チャンで3着目につけています。ヤンピンを重ねた。これで統一でも見えるところ、初が4枚は黒沢、うん、もういいシャンデン、はい、パーソー、これはつむぎり、ここでトータルポイント出てますね。黒沢と西条が500点差、そしてそれを追うのが西島、めっちゃ接戦だ。はい、さつきが苦しい、マイナス 55.5 ポイントとなっています。まだちょっとこの半チャンの着順で全然変わりそうな、そうですね、今接戦ということは、はい、西条さんが黒沢さんを、ね、まくって2着になると随分楽になると、はい、うん、やるべきことがかなり明確に、そうですね、であと西条さんがさつきさんにまくられてラスになるとちょっと落ちるのかな、はい、うん、さつきも形が悪くない、いいシャンテンとなっています。これは選択になりそうですか。うん、一応ね3色目ありますもんね、はい、統一のペイを選択、このペイは今統一落としが入ったはいですが、2枚にして黒沢どうする、うん、どうするんだろう、数層とかじゃないんだ、3品、うん、一色手には決めずと、そうですね、はい、だところでしょうか。ここでさつきのリーチが入る町は6球層のリーチピンフドライチ、うん、久しぶりになんかね、はい、早く形がいい、うん、で割と6球層ね、はい、悪くなさそうなんでね、はい、うん、ここでポイント回復したいところ。さあ西島スーピン4枚使い、ここでドラを引いたのは西条、そして黒沢初が4枚使いとなっています。闇天になるのかな、はい、これはウッパーマンの天敗、うん、西島タンヤオの役があります。さつきの町は6球層、6球層も球層が2枚切れ、場には2枚打たれているだけ、ローソンも山には2枚残りです。あー、これは宝珠、西島の上がりとなりました。タンヤオ1300点、1300は1600、さつきが辛すぎますか。そうですね、久しぶりに先ほど気持ちのいい、ね、早い順目での後継転廃からのリーチといったお話ありましたが、あっという間に追いつかれてね、はい、うん、タンヤオの役割に宝珠とありました。親番は黒沢です。さあこちらが親番の黒沢のハイパイ、ドラが数層
米画統一ドラムスーツ、はい、これは三色なんかが、はい、あ、しかしさつきも悪くないか。メンツは一つチュンが統一となっています。西島ここで引いてきたのはチュン、西条も悪くないというか後継ばかりと、いい、ね、うん、打点こそねないですけど、9番3枚にしましたさつき。これでチャンタなど手役を目指せるような手形でしょうか、はい、さつき引いてきたのはトン。これは切っていく場には2枚切れでした。最初は目いっぱい構えています。パーマン、ここは初切りの選択となりました。黒さ現在2着目とところですが、最初にまあまくられずに、はい、はい、進め、あ、これで一平行の形、急走は1枚切れ、自身で1枚使っています。これで6チッパが見えてきて、はい、ローピン手の内に残します、うん、最初形がいいか、しかし他の選手も手形悪くない、この手ぶつかり合うか、さつきここで白を引いてきて考えます。難は1枚切れ、白は1枚切れ、白からの選択で、ソーズで一面通できました。ちょっと3色ではなくなってしまいましたが、そうですね、はい、うん、いいシャンテン、ローソーこれも切っていく。親の黒沢がちょっと手が伸び悩んでます。 おチーマン、うん、はい、いい、どちらを残すか、うん、いいソーからね、あのさつきさんダブナンなんでね、はい、まあ、守備にも攻撃にも使えますもんね、ナンは重ねた時に嬉しい方を残してといったところ、はい、マン天敗です。いや、しかも6球層ないじゃない、はい、球層が3枚、自分から4枚、うん、老層が2枚、いやーきついな、はい、闇天取りたくない、はい、3層重ねた、そうですね、はい、9層がもう自分から4枚見えちゃったんですよね、はい、さあそうなると打点を目指すにはつもりさんの、ね、はい、形とかチーソーパーソーと、はい、チューンは場に1枚切れです。さあこれでマンズが伸びましたが、自身で馬を切っている。スイッチはしませんでした。実際ローソーも山には残ってないんですね。なるほど、はい、つもりさんになるとどうですかねチーソーパーソーがいいですか。うーん、パーチーソーがない、はい、チーソー1枚切れ、手の内に1枚、パーソーはどうですか。2枚いますか、はい、あ、ここに来た、つもぎられた、さつき苦しいか、引いてきたのはチーマン、ここから変化を見るでしょうか。ここは時間を使っていきます。6球相続行、カンパーワンが入りました。なかなか展開が向いてこないさつき、ドラスーソーなんで、はい、三層を切りたいですけどね。ソーズの形決めていくか、切っていったイーシャンテン、
これも切っていく。六球装天杯さつき、イーシャンテンが西島西条、そして黒沢です。嘘、これはパーソー切っても待ちが、そうですね、はい、球装がね、はい、ないので同じということで天杯維持、パーソーの選択となります。引いてきたのはチュン、西島イーシャンテンの手形ですが、もう切りたくないのかな。はい、サツキは仕掛けませんでしたね。黒沢どうだ、天杯が入りません。西島も天杯が入らない。西条はどうだ、入らない。さあ最後のツモで天杯を入れた町はスッチーピン、サツキはこのチーピンは最後に黒沢への宝珠となりました。タイヤをピンフ入ってドライチ12,000点の宝珠となりました。サツキはちょっともうずらすぎますね。そうですね、はい、めっちゃつかむ。そしてしかも入ってで最後に入った天杯への宝珠となりました。黒沢は逆に12,000点上がっての連チャンと、ところ黒沢さんトップまで見えてきましたね、はい、43,500点持ち、ドラは数万、こちらのハイパイかなり手が立ち良さそうだ。サツキはどうだ、統一が多い、悪くないですね、はい、ドラ使うならチートイドラドラか、はい、うん、チートイドラドラにしたいか。そして西島は白から切り出していくピンズが多い形、最上はいいピンからの選択となりました。これで黒沢がちょっと抜けましたか。そうですね、はい、うん、非常にポイント競ってる3社ではありますが、まずは黒沢が12,000上がって頭一つ抜け出し、こういうドラの数万。さあここからは重なりづらい、重なりやすい牌を残していくか、ローソー、これでソーズの形が良くなったのは最上です。前目の白、チーピンを引いた西条、うん、3色か、はい、一応7、8、9の3色が見える形ではあります。嘘を選択、うん、一気通貫なども望める形と。そうですね、ところここで初をポンしたのは西島です。役割の初ポンして選択はリャンピン、くっつきのイシャンテン、西島さんもねこのトップをまくられるわけにはいかないのでね、はい、うん、黒沢の親番は、はい、これ以上はやってほしくないか。さあ天杯が入るか入らない、そして西条もイーシャンテンです。親番の黒沢はアンズが多い形、さあ3層重ねてでイーシャンテン、ソースが横に伸びましたが、ここで最上何を選択するか、9は、はい、そうですね、ちゃんとこう、あ、チートイリーチ、はい、数万短期のリーチはサツキ、リーチチートイツドラドラ。西島さんもねスッチーワンなのでなかなかやめてくれないかも、はい、でも引き合いにうんなってしまうか。でもそっか、サツキさんが、あ、そう、あ、この星ドラの数ワンの方を引いて上がったのは西島です。初ドラ1500銭の上がり、
さつきもようやく入った天杯でしたが、そうですね、はい、もうちょっと順目がね進むと西山さんが、まあ、さつき下がる分にはいいよって任せたかもしれないんですけどね、はい、この宅の不幸をなんか全て引き入れているような、そうですね、はい、ここまでの展開。さつき親番を迎えます。これが最後の親番ドラガウーソー、3回戦南3局です。もう先ほどからちょっとこの親番がなんて勝負でなんてちょっと言っちゃってるので、今回はそこまで言わずに見てみましょうか。言わずにね、はい、さあ西条はチュンガドイツ、黒沢はシャーガドイツ、まだメンツはありません。さつきはベンサンマン外しからの選択となりました。上がれないどころじゃなくてリーチ棒まで取られちゃってますからね。そうですね、一番ね、はい、最悪というか最悪というかマンツでメンツができた。そう、まだ全く手が入らない方が、はい、補充したりもしなくていいのでね、はい、最上チュンがあんこになった。マンツでメンツができたのは黒沢、各社ツモがいい、さつきも悪くないぞ。うん、急走かな。一気通過見るな。パピーノーピーもあるけど、でも、はい、急走6チッパもあるしな。急走切りたいな、うん、はい、テロップちょっと違いますか。ドラがウーソーとなっています。最初スーピンも先に、そうですね、はい、切り出していきましたね、うん、かなり形を決めての選択、ちゃんとはい、チュンチャンタなど見える形、うん、三蔵、そっか、ドラウーソーで、うん、三蔵ぐらい切って金図の保険もね、はい、かけると、はい、取っておきつつ、うん、まあ、本一か最上どうだ。引いてきたのは急走となると、この急走は手の内に残していきますか。クワバに1枚切れの牌、ピンズでメンツができたのは黒沢です。お、これで何が重なった。これもだいぶ形はすっきりしますね、はいはい、うん、形を決めて打っていけるか。インシャンテンの黒沢、アリアンシャンテンですか、いいシャンテンですね、はい、はい、ロマンのあたりの光景を求めて、うん、さあこれで総図両面形へと変化しました。うん、さあ黒沢引いてきたのはウーピン、前順に3ピンを切っています。重ねたのは数万、これはつもぎり、さあ両走、これはつもぎる、両面形を固定、最長どうなる、これも切っていく、かなり形を、そうですね、はい、最終形を決めて選択しているか、うん、ね、リアンピン、インピンとかね、外す人も結構いると思うんですけどね、はい、しかも難泣かない、すごい、あ、難泣かない、本当だ、で、ソースでメンツができてのイーシャンテン、そうするとこの黒沢さんが持ってる難がフィニッシュになる可能性が出てきますね、はい、69ピン先に入ると、うん、なんと9万のシャンポン待ち、69ピン山に5枚5枚、うん、
西島はここでの選択、ピンズの形を決めました。これで両面が残る形、イーシャンテン、ここでウーピン落ち、サツキがテンパイに向かいます。チピン入ってたけど、はい、うん、そうですね、インピン良さそう、はい、サツキもここまでちょっと足踏みする時間が順目が長かったですか。そうですね、あ、何ポンテン、さあこれで何のポンテンは6球ピン待ち、チュンもあんこで持っている西条、この待ち強いな。そうですね、ドラとの振り返りもある。西島の手番、最初は6球ピン待ち、これはツモ上がりとなりました。南春700-1300の上がり、これはもうサツキもそうですね、はい、親番は親かぶりでリーチをかけると宝珠に回ってしまうという。神様はどれほどの試練を与えるのでしょうか。さあこれで南4局となりました。3回戦迎えた親番は西島です。ドラは3ピン、このハンチャンでは5万点を超えるトップ目に立っています。さあ3ピンを使ったダーツがありましたね。第1打は南から、最初は28,600点持ち、うん、まあ、このぐらいの3着ならね、はい、全然いいですよね。この着順のまま終わっても最終戦勝負と、はい、ゲルポイントか、本当に3人着順勝負ですもんね、はい、最終戦のポイント、みんな10ポイント以内、はい、うん、西島としてはさらに加点して差をつけておきたいところですか。そうですね、親番中となっています。そして西条もドラドラなんですよね、うん、黒沢もトータルポイントはトップ面となっているので、まあ、このまま終わってもと、はい、ところどうだ、さつき、ウーアン重ねた、そいつてか本いつか、うん、数ピン切って本いつの方に行きましたね、はい、まあ、本いつ向かってここからね、統一でも全然ありますし、はい、うん、名本チートイツなんかも嬉しいですよね、うんうん、さあこれで自敗手のうち残して統一落とし、統一落としというふうには見えますが、うん、でもやっぱりスワンコがいいですよね、はい、うん、嬉しいのはね、黒沢のスワンコリーチなどもありましたが、さあここで西島は孤立愛のパーソーを選択、キューピンアンコ、さあローマンを引いて何切っていきましょう。シャー2枚切れ、チュン1枚切れ、とりあえずシャー切りますか。ここはシャーを選択、重ねたパーマン、いっぱいチーソーが4枚使いになりました。最上さらにマンズを引いてきた関数マンが埋まった形、チーピン、ここはトイツの選択となりましたが、パワー1、そこのパワー1をポンしてサツキはテンパイが入ります。なんと E1 のシャンポン待ち、ナンは2枚切れ、これ E1 出てもポンするかもしれないですね、はい、鎮痛への移行が主な狙いと、うん、ところでしょうか。自身でパーワンをポンしています。ローマン引いてきた、うん、ここで統一の難落とし、これは手広くなったか、
月は陳一のイシャンテンです。何を続けて切るか、ベイを紡げるかと、うん、ところでした。電波入れることができるか。さつきももこのハンちゃんは一旦終えてと、うんね、はい、最終戦にかけていきたいところ、うん、これでピンズでメンツができたのは西島です。イーシャンテン、カンリャンピン、黒沢イーシャンテン、このローピンをポンしていきます。西島ローピンをポンしてスッチーマンの天敗、ドラが1枚ある、うん、西島も、ああイーシャンテン、西島もまだまだ親番連チャンする気満々と。そうですね、はい、あ、ここにチーマンが来て、これは西島の上がりとなりました。タンヤオドラ12900点、さらに上がって得点を積み重ねていきます。この西島の親を誰が止めるのか、うん、ドラはイーマン、2900ぐらいだとまだまだ全然変わんないですね。はい、さっきと状況は南4局一本場となります。メンツがあるピンズ、そして最上はなんちゃ、ドラのイーワンも手の内に1枚あります。そして黒沢がいいか、ペイからの第一打、さつきはカンリャンワンを引き入れましたが、ちょっと手が立ち苦しいでしょうか。自敗の重なりなどがあったらまた見違える手になるか、うん、これちょっと黒沢さんが早いですか。はい、形がどんどんと良くなっていますか、うん、でね、打点が見えるさつきさんと、うん、ぶつかっちゃうかな。はい、親もいい、西条さんだけはあんまりね良くないので、はい、まあ周りの様子を見ながらと。そうですね、はい、だところでしょうか。南四局一本場、ドラは E1 です。西島の持ち点は57600点、持ち、めちゃめちゃ嬉しい、はい、いいペーコーができた、うん、ね、3枚引けるとね、はい、メンツ点もチート率もどっちもいけるんでね、グッと形が、はい、はい、良くなったように見えます。両ピン、これは取っておくか、切っていく、ドイツでさっきさんがリーチするとね、はい、20日旬ぐらいだと西条さんからの直撃とかもねあるかもしれないですね、はい、チートイツドラドラのイーシャンテンでもあります、うん、直撃は大きいですもんね。大きいですね。最初急走を重ねたが、うん、まだ手配は一メンツ、サロンマン、これはいらないか。そして走行している間に、はい、西島がこの観浪湾をチーして天敗はサブロッソー、親番のさらなる連チャンを狙います。ここに来たのはスーソー、ローソーは黒沢が3枚ブロック、
ただ皐月の手に酸素を置いてるんですよね。引いてきた灰によっては、そうですね、はい、西島への方順もあるか。サブロッソ、これは使える形。酸素を重ねた、これで天敗はリーチだ。初を切って中短期のチートイツ、どちらも場には一枚切れ。さあ初と中どちらにするかもノータイムでしたね。はい、西条さんが持ってるので、はい、だからも初もチュンも全部2枚、自分からは2枚切れと。でも失敗はあるか、はい、あ、ここに白が来た。どうする。西島自身はサブロッソーの単野を転敗、4着目のサツキからのリーチ、これも行く、はい、行くの、はい、もうここを勝負どころと見ましたか。そうですね、はい、行くのか、はい、まあどっちも一緒か、はい、なんかこの手、まあそうだな、親を連チャンできれば、はい、この後の未来があるんでね、あれですけど、現状だとこれ上がっても、はい、漫画打っても、決まり手には全くならないんでね、はい、ならない。ただ切りやすい現物もちょっと、あー、ここでリーチ、ここは黒沢が割って入る、リャンソー待ちの追いかけリーチ、ドラも1枚ある、ペンサンマを引き入れて、しかし上がったのは西島だ。単野を500は600オールの積む上がりで、さらに連チャン、黒沢とサツキのリーチボンも回収となりました。勝負に行きましたね。そうですね、はい、どの道漫画打っても最初ですね、着順勝負ですね、はい、うん、西島の連チャンに三者の表情も映されていました。さらに連チャン日本馬第4局ドラはウーソーです。親の西島、なんちゃの西条、ドラを使ったターツがある急走大積もで重ねた、形良さそうでしたね、うん、そうですね、黒沢リャンマンも重ねた、サツキも形はさほど悪くないといったところでしょうか。もうこれは誰が西島の連チャンを止めるかというところもありますか、かなりポイント競争も熾烈なものになっている。西島純が統一リャンピンを切って染め手なども見える形、うん、まだ10ポイント差圏内かみんな、はい、純、うん、がポンできました。この純1枚目から仕掛けていく西島、さらなる連チャンを狙います。そうですね、かなり3者のポイント競っている状態、そうなんですよね。嬉しいペンサン装備機はサツキです。西条も今回は形が悪くないですからね、三色なども見える形、はい、ね、マンガンハネマンとか引きに行ってしまえばね、はい、ピンフ三色ドライチなどの天敗が入れば、これマンガンつま上がるとね、黒沢さんをまくって、はい、だいぶポイントがね全然違いますよね、はい、一人抜けるんでね、これ虎残し、はい、順位点も大きく影響してきます。ロピンピンズが横に伸びるが、虎は嘘です。リャンピンになるかな、はい、一応一二三も見て横に伸ばすか、ね、はい、差し子よりは123、うん、の方がそうですね、はい、あとあの、まあ、西島さんの現物っていうのもね、はい、リャンゾーかな、三蔵、三蔵、
これは六球袖リーチ、あー、はい、そうですね、3色を確定させてドラ切りリーチ、西条のリーチは六球袖です。リーチ、ピンフ、3色ドラ1、うわめっちゃいる、六球袖ですね、うん、5枚いたけど、5枚いたけど、はい、4枚になったのかな、はい、リャンゾーね、目に見えて2枚切れてますしね、はい、ウーソーじゃないと3色にならないし、ここはドラ切りでも思い切って、うん、町としてはいい判断だったと思いますけど、はい、西島さんが追いついてきてどうなるかはい、どうなるか。西島の町はサブロッソ、チュンをポンしている、で2人でサブロッキューソーなわけですか、はい、そうですね、ローソーは引き合いと、うん、西島さんでも三蔵は切りやすいんでね、はい、まだ他の範囲に一旦待ち替えすることも可能ですか。まあ一発裏ドライでありだと、はい、まあ、ドラマ的も、急走がここに来ましたよ。仕掛けが入って急走が流れた。西条は引けば跳ねまんの手。現在はさつきの手番です。選択が難しいか、いいピン、馬は通っていない範囲だが、西島はどこまで行くか。ここでメンツができました。馬が通っている両馬の統一落とし。黒沢さんはね、直撃はされたくないんでね、はい、本当引いてきたのはパーピン。西島今回も押し切るか、押しやすいですもんね、はい、とりあえずポイント差といいますか、打ってもいいんでね、はい、サブロッソ待ちで連チャンとなるか。引いてきたのはリャンピン、再び考えます。これも切っていく、最上も六球走待ち、積もればハネマンのリーチ。それに先ほど切った、はい、ウーピン、これは現物ですね。西島が切っている、はい、ウーピン、これも切っていく、六球走待ち。最上もなかなか上がれないですね。そうですね、はい、ローソーは山に2枚。西上さんね、リャンソーだと今ね積もってたかって、はい、思ってしまう、はい、ドラドラ積もってたかとうんいう結果が見えてしまいますが、ね、本当はね、はい、六球走先にね流れてるんですけどね、はい、うん、それは知らないんだね、はい、黒沢の手に球走が収納されてしまいました。麻雀はね、裏目があるんでね、はい、うん、さあどうだろう、そういるかいない、またまた、またこれで急走がなくなってしまった。そうするとはローソーの引き合いとなりますね。そうですね、はい、これで三蔵もないんだよね、はい、西島の宝珠もなくなった、うん、ローソーの引き合いとなりました。仕掛けている西島はチュン、そしてペンチマオチーしています。引いてきたのはスーソー、これはドラ表示牌、まあ、さまざまな筋を通してきた西島ですが、ここでドラのウーソーは一応現物と、うん、ドラ切るのかもしれない、はい、多分周りに雰囲気はないと思うのでね、はい、西条さんだけ見てれば残りのツモは1回、うん、ここで西島時間を使っていきます。スーソー切ってきましたね、うん、さあこれでいよいよ山が少なくなってきた。ローソーの濃度も上がっている。さあこれが西島最後のツモ3ピン、
桜通っている灰、西条も六級層積もれない。黒沢は天杯が入りませんでした。切る灰運番ですか。現物となっています。これが灰底となります。最後の手番はさつき、これで流局となりました。西島西条の2人天杯での流局、西条勝負手となりましたが、うん、西島もまっすぐ行って天杯維持、親番連チャンとなります。南四局は三本場となります。京卓が先天、ここまで小場ではありますが連チャンしてきています。持ち点はすでに6万点を超えているドラガリアンソー、うん、悪いですね。はい、親の西島ハッシュ、ハッシュ、そうですね、途中流局ないですもんね、はい、この国はね。 WRC ルールは途中流局がありません。あれ、黒沢さん今ドラドラだった、うん、はい、今度は黒沢に勝負手と、うん、順が重なった西島、今局も仕掛けていくか。最初も3ピン、これでピンツでメンツができました。黒沢悪くないですね。そうですね、佐々木さんもねちょっと良さそう。はい、角が伸びてきている3色など見える手形、最初も手配伸びてきた。南四局は3本場ですか。うん、そうですね、はい、3本場ですね。京卓が先天、一度いつも見たいか、はい、うん、南からの切り出し、南四局三本場、黒沢どうだ。こちらはドラドラ、そしてさつきは関連層のドラがネックとなっていますが、ひとまずイーシャンテンとなっています。西条さんもドラドラなんですね、はい、ということはドラがないってことですね。そうですね、ということはさつきに両層が入ることはないという、うん、悲しい。なるほど、はい、ただテンパったらねリーチしますもんね。はい、その天杯のリーチを受けて、うん、まあ、西島がどのように対応していくか、はい、西島はチューンをポンして6球ピンを注意したところです。イーシャンテンとなりました。ペンチーワン関数層、黒沢も勝負手となっている。シャアは西島の現物、残すか崩すかと年始頃があるんでね、ロソを切るのはちょっともったいないかなと、うん、ところでしょうか。目いっぱいに受けるシャア、さつきが引いてきたのは数層、ここで統一のローソーを1枚外していきます。さつきはどうだ。数層引いてきたが最上、これは手の内に残す。こうなるとドラが出る形がありますよね、はい、それがちょっと嫌ですよね。これでさらに広くなったが、まだイーシャンテン、
黒さんもかなり目いっぱい、そうですね、はい、シートいつも見えるんでね、持ってますね、うん、ロマも切っていく。キューマンとは入れ替えませんでしたね、うん、スーピンが手広いですね、はい、もう西条も黒さんはちょっと西島の親を終わらせて、はい、行きたいところ。スーピン、おー、どっちも天敗、はい、チートイツもメンツテも天敗。ここはローマン短期に構えました、うん、黒沢タイヤをチートイツドラドラ、スーマンが二枚毛でローマンが親の現物ですね、はい、うん、ここはシャンポン待ちよりもローマン短期の方が、うん、そうですね、上がりやすいと見ましたか。3番ポンテン取るかな、はい、取らない、取りませんでした、ドラドラの西条、そうか、取らないか、はい、面前派は面前を貫くと。3球でもね、でも、はい、多分あれ1000、2000、3本馬積もれば逆転しそうですけどね、はい、なのに、うん、現在は3本馬となっています。ローマン短期、ローマを持っているのは西条、ステハイには1枚。ここでサツキのリーチはカンリャンソー、リーチ3色ドラ1ですが、カンリャンソーは山には残っていない。西島が引いてきたのはウーピン、自身はインシャンテン。さあここで考えます。リーチの現物自体があまりないですか、うん、ドイツのリャンマンに手をかける。さあ黒沢さんはどうする。ローピンが3枚に漫画打つと、はい、漫画打つと3着落ちるんですよね、はい、うん、これは現物を切って、そうですね、はい、やはりここでの2着は、うん、はい、やっぱりラスメのさつきさんなんで手を作ってそうだし、はい、一発だと満貫に ね、はい、なる可能性が結構ねあるので、黒沢さんとしてはなかなか行きづらいですよね、ここでの宝珠は。うん、ただこう西条さんが今来たと、はい、うん、それを見てどう受けるか黒沢、自身は現在2着目、2人見なきゃいけなくて、はい、最上は3番トリアンソーのシャンポン待ち、うん、3番は山に1枚残ってますか、うん、ないのかな、あ、ないですか、はい、どっちもだから、はい、2人とも順からと、順から同士での対決と、うん、なってしまいました。だからこれは流局したら3人が多分5ポイント最内ぐらいのめっちゃ競りみたいだね、はい、西島は地層は筋の牌、これで流局となりました。南4局3本場は西条さつきの2人転敗での流局となりました。南4局は、あ、ごめんなさい、3回戦はトップから西島、2着に黒沢、3着に西条、そして4着にさつきの並びで終了しました。続いては最終戦です。